なんこれ、ミラブルウルトラファインミスト。あ、これコマーシャルしてるよね。うん、してるね。どうなんだろう、買ってみる。これやってみたくない？これ本当に落ちるの？わかんねえ。でも結構するんでしょ多分。いくら？ハローキティバージョンが 45,400円だって。いいな、ハローキティバージョン欲しいな。ということで、じゃーん、ミラブルウルトラファインミスト。ガチャった。ガチャった。ハローキティバージョンじゃないよ。高いからさ。高いよね。うお、すげえ、なんか箱がすげえんだけど。何これ、キラキラ。てか箱が欲しい。え、何これ、すごいんだけど。いろんな箱、うわ、株式会社サイエンス、今日の喜びが永遠の感動に、ミラブル。何これ、何だろう。なんか片付いてんだけどさ。オリング、おお、オリング、あ、オリング、オリング、大好きな、ね、オリング。419個入り、いっぱいあるよ。アストロプロダクツ。これあれだよ、核のオリングだから。あれじゃない、誰たちが、うん、何これ、保証書。うん、じゃーん、うん、なんか取れない、取れない、取れない、すごいね。なんか安っぽくない？結構高かったんだけど。でもなんか回した感じの感触はすごい、なんかぬるぬるしてる、滑らか、滑らか、なんて滑らか、ぬる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 、まぬる猫みたいな感じ。笑ったね今。これなんこれ、布がすごく、こう箱がすごいよね、これ。何なんこれ。いいよ、箱はもう。あ、怒っちゃった。これ、これ。これなの、これ。これ。あ、あ、あ、なんだっけ、これ。塩素。あ、これだ。あ、トルネードスティック。トルネードスティック。もう、野茂英雄さんみたいな。2つ、塩素。はい、はい、じゃあ早速使ってみましょう。うん、あ、猫、猫の毛。もう猫がいっぱいいるからこういうになっちゃうんだよね。これ毎日掃除してもこれだからね。はい、はい、つけまーす。今ついてるシャワーヘッドもなんとかアースシャワーって言って節水タイプだよね。うん、よし、ちょっと外して出してみよう。なんか大丈夫じゃん。うわうわ、すげえ。なんだこれ、ジメて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 、うん、うん、え、なに、すごいね。これミスト。うわ、すごい。じゃーん。最高だ。かっこいいだろ。いやー。おお。もう落ちてる。じゃあ次は、うん、顔でやってみましょう。楽しい。
マッキー。わかんない。メガネがないと見えない。猫がマッキーの袋に寄ってきてんだけど。お菓子だ。お菓子じゃないの。ほら。マッキー。じゃあ書いて、撮りながら書いて、はい、あ、バカって書いた。肉。はい、これで試したいと思います。いくよー。落ちてない？出て見えない。あ、落ちてる。落ちました。ミラブル、恐るべし。はい、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。ミラブルのウルトラファインミストシャワーヘッド使った感想としましては、バブルストレート、まあ普通のモードですね、では結構強くはないんですが、水の水量が太いです。ちょっとした打たせ湯みたいな感じ。今までもう節水型のシャワーヘッドは使ってたんですが、まあ、それはどちらかというと水、まあ、水道とかあとガスとかの節約に貢献したと思うんですが、今回のこのミラブルのシャワーヘッドはまあどちらかというと美容の方を意識してる感じですね。まあ、先ほど話したんですが、バブルストレートの方はこの打たせ湯みたいな感じで、この五十肩とかのところに当てると気持ちいいです。あと、もう一つのモード、この顔にこうに当ててマジックの後こうやって落とす落ちるみたいな、あのバブル何でしたっけ、老眼で見えない、全然見えない。全然見えないです。バブルミスト、ミストの方ですね。バブルミストの方はちょっと離れるとお湯がぬるくなります。なのでこうやって顔に当てて、そうですね、美容、汚れが落ちる、顔とかこの頭とか汚れがこうやって汚れているところをこうやって落とす洗浄力に特化したものだと思います。使ってみて結構良かったです。まあ定価4万円ですから。まあいいのは当たり前なんでしょうけど、結構おすすめです。シャワーを浴びて、私普段結構シャワー多いんですね。まあ帰ってきてからあとゆっくりお風呂入る時間とかもちょっとないので、シャワーで済ませちゃうことが多いんですが、シャワーが終わった後しばらくその温熱効果っていうんですかね、続きます。それもやっぱりこのバブルミスト、このなんていうんですかね、気泡が入ったっていうようなシャワーのこのお水のおかげなのか、お湯のおかげなのかなと思いました。結構良かったです。皆さんどういう風な感想を述べてるか、まあ、話してるかちょっとわからないですけど、私は良かったですね。まあ一生に一回ぐらいはこのの買ってみてもいいんじゃないのかと思います。楽しかったです。まあね、実際の本当にまだ1日しか使ってませんから、実際のこの、まあ、効果っていうのはこれからだと思うんですが、うちの妻もあと妻の母が同居してるんですが、母も使ってみて結構良かったって言ってました。あとは節約ですね。お水とそのまあガスとかどのくらい節約できるかっていうのは、まあこれからの
まあ、結果次第なんですけど、そっちの方はまああまり、まあ、まあどっちでもいいかなとそんなに使うわけじゃないので、はい、結構楽しかったです。それでは皆さんまたねー、ピッバイバーイ。